あなたの iPhone iOS 18へのアップデートはちょっと待った方がいいかもしれません。どうもどうも皆さんこんにちは、テックスタイルのテルです。さて本日の動画は、皆さんが利用している iPhone、 この iPhone で iOS アップデートした後にですね、なんかこう動作が重たくなったなとかですね、カクカクするなとか、またはひどい方で言うと、まあ、アプリがね、クラッシュして落ちてしまうとか、そういった相談というのは、僕のチャンネルには、まあ、これまでね、数多く相談が寄せられてきております。一応ね、まあ、僕のチャンネル、テックスタイルチャンネルでは、X の DM 相談、LINE サポート、この2つの窓口で、iPhone や iPad、Apple 製品のね、不具合を、まあ、受け付けているんですけれども、今回、この動画で皆さんにご説明、解説していきたいなと思うのは、次、9月の中旬以降あたりですかね、新しい iOS 18が一般リリースされるかと思います。そこで今皆さんが使っている iPhone、この iOS 18にアップデートしたことによって、動作が重たくなる、カクカクする、アプリがクラッシュする、そういった症状が起きやすい端末を今回ね、僕なりに皆さんに情報共有していきたいなと思っておりますので、まあ、ぜひね、iPhone ユーザーの方であれば、一回はね、この動画を見ていただいて、ご自身がその iPhone に該当するのかどうかっていうのを一度確認してみてください。この後しっかり解説していきますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。では、スタート。はい。ではですね、まあこの後ね、可能な限り初心者の方や、まあ機械的な操作が苦手の方とかね、まあこういう機械系の話聞くのもちょっと苦手っていう方でも、まあこの雑学というかね、まあこの iPhone を使っていく上では、ちょっとこの知識は知っておいた方がいいのかなと思いますので、極力簡単に解説していきますので、まあぜひね、ちょっと最後までね、我慢して聞いてください。で、その上でね、今皆さんが使っている iPhone のモデル、これもわかりますよね。例えばまあ自分は iPhone 12使ってるよ、14使ってるよ、15、新しいやつ使ってるよとかね、それは一応確認しておいてください。まあそれはなんでかというと、まあ次ね、9月の中旬以降にですね、最新の iOS 18が一般リリースされる予定になっております。もうすでにこの18のベータ版っていうのをね、リリースされているんですけれども、まあ、今回はこの話はもうちょっとしないです。一般的にリリースされるのは、まあ、9月中旬以降と言われております。で、それの対応されている機種、ね、ここに貼っておきます。まあ、これはアップデートができる端末、モデルと思ってください。まあ、僕的に言うと、10R が入ってきたっていうのはちょっとびっくりしましたが、まあもう簡単に言うと、10R よりも古い端末使われている方は、次のね、iOS 18へのアップデートができないと思っておいてください。まあそして、まあ iPhone SE に関しては、第2世代、第3世代、これはアップデートができる。なので、ここの画像に映ってない方はアップデートができないっていう認識を持っていただければ OK です。ただね、一つ注意点としては、iOS 18へのアップデートができないからといって、iPhone 自体が使えなくなるとかね、例えばこう Apple サポートに連絡してもこうサポートが受けられないとか、そういったことではないので、その辺はね、安心して使っていただければなと。まあセキュリティとかね、何か問題がある時っていうのは、そこのモデルに対しての iOS のアップデートっていうのは、まあリリースされるかと思いますので、まあその辺はね、心配しなくてもいいのかなと思いつつ、ただ、買い替えのね、iPhone のこう端末の買い替えのタイミングでもあるので、その辺はちょっと参考にしていただければなと。で、まあ、今回のね、動画のタイトルにもあったように、まあ、これまでね、iOS のアップデートっていうのはずっと繰り返してきているんですけれども、まあ、そのたんびにですね、アップデートした後にこう iPhone の動作が重たい、カクカクするとかね、勝手に再起動を繰り返すとかね、そういった相談っていうのはずっとありました。で、そういった相談者の方が、まあ、大体同じような質問が来るんですけれども、iPhone のストレージの容量、ここには十分な空きスペースがあるにもかかわらず、こう動作が重たくなったり、勝手に再起動を繰り返したりするっていうのは、これってやっぱり iPhone の故障なんですかね、これ iPhone 修理した方がいいんですかね、こういった系統のね、質問というのは多くあります。で、この iPhone のストレージの容量、ね、まあ、分からない方はまあいないと思うんですけれども、まあ、分かりやすいところで言うと、皆さんが iPhone 購入したときに、ご自身でね、決めてると思います。128GB を買ってるのか、ね、256GB を買ってるのか、512GB を買ってるのか、まあ、この容量が大きければ大きいほど、最初に買った iPhone 端末の購入金額っていうのは高く、若干ね、こう高くなっているかと思います。で、確かに動作が重たくなったり、クラッシュしたり、再起動を繰り返すときの一つの原因として、この iPhone のストレージの容量が圧迫する、まあ、使えば使うほど、まあ、そういった症状、不具合っていうのは起きやすいっていうのは確かなんですけれども、ただ、
このストレージの容量に十分な空きスペースがあるにもかかわらず、動作が重たくなったり、ちょっと iPhone が使いづらくなる原因というのは、まあ簡単に言うともう一つあるんですよね。で、こういったストレージの容量のことをね、まあもう別名こうメモリーとかって言われる方も中にはいるんですけれども、iPhone にはもう一つメモリーがあります。まあこれ当然のことなんですけれども、パソコンを使っている方であればね、もうピーンと来てると思いますが、このメモリーね、ROM と RAM っていうのがあります。まあ、これはね、まあ、全然覚えなくていいんですけれども、さっきの iPhone ストレージの方ですね。こっちは ROM って言います。で、もう一つメモリ、RAM っていうのがあるんですけれども、これも簡単に言うとね、作業スペースと思っておいてください。僕が今使っている iPhone 15 Pro Max とかになってくると、8 ギガのスペースがあります。まあ、何のこっちゃわからないと思いますが、要はね、今、まあ、一番大きい容量になっております。で、極端なところで言うと、さっきの iOS18、対応機種ね。もう一回貼っておきましょうかね。ここで3ギガのやつしかないやつがあるんですよ。それが iPhone XR と iPhone SE です。要は3ギガのメモリー、作業スペースがちっちゃいんですよね。ここで何か複数使ってるこうアプリね。何か作業すると重たくなっちゃって、動作が重たくなったり、iPhone が使いづらくなったりとかする可能性があるということですね。で、この iOS18、アップデートした後に、当然、今皆さんが iPhone 端末の中に入れているアプリありますよね。まあこれ人それぞれ違うと思うんですけれども、アプリのアップデートも入ってきます。やっぱり、アプリのアップデートが入るということは、それにね、最新の機能に合わせてね、こうアップデートしてくるので、iPhone の使い方次第では、iPhone XR、そして iPhone SE 使われている方、iOS18 アップデートした後に、アイコンの動作が、まあ、重たくなったり、鈍くなったり、使いづらくなったりする可能性があると思っておいてください。まあ、ここはね、すごく微妙なところなんですけれども、まあ、これはね、僕の個人的な、まあ、話として聞いてください。例えば、こう、サファリとかでね、何かこう、検索するだけとか、あとは、まあ、こう、SNS とかね、LINE だけとかね、この程度であれば、まあ、全く問題ないのかなと思います。ただ、ここに、ゲームする、とかね、まあ、YouTube の動画を見るとかね、まあ、このゲームでも、例えば GPS の機能がついているものとか、まあ、要は動作が重たいものですね。そういったことをやることに関しては、ちょっともうこの狭い3ギガのスペースでは、まあ、ここで処理をするんですけれども、処理能力が足りなくなってしまって、iPhone がね、カクカク重たくなってしまう可能性が非常に高いのかなと。なので今回ね、一応対応、アップデートできる対応機種としては、10R とか、iPhone SE に関しては、まあ、3ギガのメモリーしかないので、ひょっとしたらアップデートした後に iPhone の動作が重たくなったりだとか、非常に使いづらい状況になるかもしれません。あとね、ちょっとまあ理解していただきたいこととしては、今回のこの動画でね、iPhone XR と iPhone SE のまあ第2世代、第3世代、ちょっとここにフォーカスして、このモデルっていう風にね、聞こえている方もいるかもしれません。で、今回、この iOS 18の対応機種ね、もう一度ちょっとここに画像貼っておきますけれども、3ギガのメモリーしかない iPhone のモデルっていうのは、この iPhone XR と iPhone SE だけになるんですよね。なので、まあ、一番、まあ、低い、まあ、この図を見ていただければわかると思うんですが、一番古い端末になるんですよね。なので、ひょっとしたらアップデートした後に使いづらくなるっていう可能性があるよと。ただね、これ3ギガだからそれになるのかっていうふうに認識してもらってもちょっと困るんですよね。例えば4ギガだったとしても、皆さんが使っている iPhone の、まあ、このアプリの数であったりだとか、何に使ってるのか、もうゲームばっかりやるとかね、そういった重たい作業をすればするほど、当然、こう、さっき言ったね、iPhone のストレージのスペースも必要ですけれども、一番重要なのは、このメモリーの部分なんですよね。これ、まあ、パソコン使っている方であればね、まあ、イメージめちゃくちゃしやすいと思うんですけれども、まあ、このメモリーの、まあ、容量が大きければ大きいほど、ね、さっきも言ったように、作業スペースが大きければ大きいほど、例えばいろんなこと、アプリを立ち上げる、メールを立ち上げる、LINE を立ち上げる、YouTube を立ち上げる、何かネットで検索をかけるとかね、そういったいろんな作業を行えると思っておいてください。ただこのスペースが狭ければ狭いほど、例えば複数のことを繰り返してやってしまうと、ここの容量がいっぱいになってしまって、ちょっと iPhone が使いづらくなる。これが一番顕著に現れやすいのが、
XR であったり iPhone SE、ここが3ギガしかないので、一番こう症状としてね、出やすいのかなと。なので4ギガの方でも起こり得る可能性はあるんですが、それは皆さんが使っている iPhone の使い方次第ですね。ちょっとまあそういった症状が出た場合は、例えばね、こうマルチタスクといってね、こうアプリが複数立ち上がってると思うんですけれども、ページとかね、サファリのページとか、このキャッシュデータのクリアとかね、まあ、この辺初心者の方とかね、機械的な操作が苦手な方はね、ちょっとピンとこないかもしれないんですが、そのあたりを知りたい方は、個別にね、相談に来ていただければ、ここからちゃんとこの操作やってくださいとかね、僕なりにね、サポートすることは可能なので、X の DM とかね、LINE サポートを活用してみてください。今回のこの動画では、あくまでまあ概要というかね、まあ、こういったこと、可能性としてはあるんだよというふうにね、参考程度にね、聞いていただいて、まあ、この iPhone の仕組みとかもですね、雑学としてね、覚えていただければなと思います。はい。ではですね、まあ、今回、次、まあ、9月中旬以降ですかね、最新の iOS 18アップデートした後に、ひょっとしたら今使っている iPhone のモデル次第ではあるんですけれども、iPhone の動作が重たくなったり、勝手に再起動を繰り返したり、使いづらくなる可能性のある iPhone のモデルをね、公開させていただきました。まあ一応ね、今回のこの動画関係なしに iPhone や iPad、Apple 製品何か問題、不具合抱えている方がいればね、この動画下にコメント入れてください。直接ね、個別で相談したいという方は、X の DM 相談、または LINE サポート。この2つのね、窓口がありますので、ご自身が持っているアカウントを、まあ、追加していただいて、まあ、相談に来ていただければね、直接僕の方からサポートさせていただくことも可能となっております。この2つの URL、この動画下の概要欄の方にも貼っておきますので、そこからお越しください。では本日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。ではまた。